き。おはい。お。抜いたボールはいいね。栗林の。チェンジアップかな、あれ。カットボール。お、このボールがええんよ。多分チェンジアップかな、これ。このボール寝るタイミング合ってないわ。このボールでカウント取れるんですよ。うるせえな、ファイ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 。スプリットがいいボールだわ、あれ。さあ、三振でやろう。ニコニコ広告枠から一人が来場しました。うわー、打たれた。リングいやへ。いやいや。ファイヤーミスイ。見る行くぞ。こいつすげえこな。いつ打つな。これ取ったらどうだ、お前ら。お前、横浜あたりこれ取こいれつよ。当たってるな。消いい選化。手やぞ。ホームランで同点。0マイナス2ベルギー戦。こうなると一発食らうとって場面になるんだよな。こいつ守備もいいやつ。ニコニコ広告枠から一人が来場しました。同点のランナー出てもうた。ここで青柳。フライングしとるやつ、俺。野球よくわからんけど取ったらいいってアメリカってメジャーリーガーじゃないの？違うよ、こいつら全員 2SDA の選手だから。ここで青柳。広告案件に2SDA っ加ていえ、うのは、要は、伸びまあ、たサッダンカークで例とえめるこに広と、告しました。全 J3、勝格しそうなくらいうまいな。J2。けど、金の卵だからね、基本的に、やっぱり若手の。マイナーオリーグってレー！まさか。メジャーリーグよーってし、決決めめたろのに。ー！よーやった！みんなが、ようやったぞ。ギフト貢献1くらい、ピエチーさんがギフト、いい花火、ね、小500プト、ピーちゃんやるやん。ファイヤー、素晴らしい。いファイヤー、ファイヤやいや、やってきたじゃねえ、やって。うまく喜んどるわ。嬉しかったやろな、おごりくるで。金メダリストファイヤー。青はいらない。ファイヤー F。稲葉ナイトル。ピエニキ3級。全勝優勝ファイヤー。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 ギフト貢献1くらい。ピエチーさんがギフト。神回150プト。お送りました。ピエちゃんじゃん。ギフト貢献1くらい。素晴らしい。ピエチーさんがギフト。神回150プト。お送りました。バームクーヘンいただきます。ピエニキ、ピエちゃん久しぶりファイヤー。ピエちゃんありがとう。五輪初の金メダル&よーし、よかった。やっぱ山さんやで。ピエニキありがとう。ファイヤー、よかったよかった。映ってるで。キンキン、青柳のおかげ。青柳も喜んどるで。稲葉ってくっそ叩かれてたけど名勝ですか？よかった、青柳感動ありがとう。みんな見てる。昨日紳士、呪文した、パイパン気持ちいいのコメント綺麗にスルーされてたね。朝原将校、全勝。
名将稲葉、中日の選手派メダル隠しとけよ。仕事しろ。読めるやつだな、これ。安心していけるわ。また侍が滑ってる。吉太郎さんが先プトニコに広告しました。山本さん、ファイヤー。30分延長しました。侍派いつも滑ってる。侍 NG で。ニコニ広告枠から一人が来場しました。お侍さんの滑り芸派嫌いじゃない。これで青柳も金メダリスト。3A レベルでは日本には勝てないということだ。うっさ。いやいや、よかった。いや、綺麗に野球締めるだね。もう多分当分ないから。山さんのファイヤー、なかったな、残念。ラストチャンス掴んだね。オースティン。結果的に青柳がなかったら圧勝だった。青柳がいい感じで緊張感をチームにもたらせ続けた。青柳最高やな。11球団の底力。アメリカ確かに青柳の負けたことになるね。これ次のオリンピックからまたなくなるの。なくなる。残念ながら。気持ちいい決勝やった。検討し合うのいいな。韓国のクソ韓国取っちゃうからな。青柳いい笑顔。サードファイヤー派逆転劇的勝利じゃないと出ない。青柳って結局何だったんだよ。お、なんか取っとるぞ。あ、胴上げくる。あ、山本会の天才だ。空手もパリ五輪から排除されるよね。テコンドーを残すくせに。密だ。はいはいはい。あ、カレーでなくなる。まだ青柳派ムードメーカーだから助かったな。なんかさ、青柳の胴上げが見たい。レスリングもなくなるみたいな話出てたよな。山さん胴上げには100人ぐらいいりそう。山本さんも胴上げしたいけど、ファミリーでは無理だろうな。観客多くない？なんで無理やねん。あ、あれ、わざ泣いてない？オーストラリアだから野球復活するかもしれん。わざ泣いてないか。山本さん映ったのかと思った。やっまかと思ったら桜井くんやった。レスリング入らんとかがもう抗議しておってなかった？和田さん、それ、野球じゃない方の稲葉。わざ泣いとるやんけ。和田、わらわら。まあ、和田は悔しい思いしたからな。和田も代表やったよね。和田はピッチングからから悔しい思いしたんじゃなかったっけ。やっぱりね、悔しかったからね、あの時は叩かれて。和田苦労したんだろうな、見ればわかるよ。和田ほどいぶし銀って言葉が似合う選手いなかった。栗林に勝る3セーブ。グサトウも喜んでるよ。星野さんの頃だっけ？スタジアム青柳、スタジオの和田。わわわってニコ動と腰つべに動画上げてる人を山さんだと思って最近見てる。星野ジャパンの時か。和田自体が花開いたの30超えてからだもんな。和田はええ人やからな、めちゃくちゃ。本当人格者だから。最高です。和田泣くなよ、わらわら。嬉しかったです、僕は。本当に藤川さんと横で本当にさせていただいて、まあ、途中1点リードしながらも本当に緊迫したゲームの中。和田はキャッチャーでプロ入りしてたんだっけ？和田の特徴的な打ち方。わけわかんないな、あの打ち方。けどあれで打つんだよな、めちゃくちゃ。高知の星だ。和田派遅咲きで2000本打ったからすげえわ。高知の星。顔でかいわ。球児。高知市、城北中学校出身です。ちなみに広末涼子。あれで逆方向にハートかまじですごいわ。こうしたか。画面の半分顔だった。和田派絹笠に見えてきてしょうがない。人口もすごく減少しているので、そういった意味でも、また子どもたちに野球を始めてもらうきっかけにもなったと。
他のスポーツもたくさんあるんですけれども、まあ、野球もしっかりと競技人口さらなる拡大のためにも金メダル非常に大きいと思います。はい、藤川さん、北島さん、ありがとうございます。横浜スタジアムからまた後ほど伝えていただきます。NHK 波清原を使えよ、多分。ここで総合テレビをご覧の皆さんはニュースをお伝えします。藤川も中継ぎに回ってから開花した苦労人だよな。うん、いつ首になるか分かんなかった。はい、というわけで無事日本金メダル取ったんで終わります。ありがとうございました。多分オリンピック配信はこれが最後かもしれませんが、はあ、サッカーだけやなく喜んだわ。山さんの時のこととか思い出したんやろな。山さんサッカー決勝も残り10分だし面白いぞ。え、どちらが勝ってんの？え、青柳がメダルかける姿見ないのか。スペイブラジル派、いつからゲーム、サッカー決勝派、閉会式派。サッカーいいの？女子バスケ決勝あるけど、どうていいんやん。サッカー決勝くらい見ようや。明日バスケ派。見ようやってるからまだ配信終わるな。見ようやってよ。1対1やん。じゃあサッカー終わってから俺じゃああれやるわ、あのゲーム配信するからその間に風呂入ってくる。まだ見とこよ。見れねえもん、テレビでやってねえから。ネットで見たら配信できないし。阪神杯は先が抑えて面目保ったな。朝7時からマラソンあるぞ。7時からマラソン見て配信したらええわ。なりました。スマホでも見れるぞ。マラソン見ろよ。ブスでやってるよサッカー決勝。BS 見れねえんだよ俺の家は。マラソン大阪応援枠頼みます。大阪メダル取れそうな。ぐらいなら出しても大丈夫やろ。はい、というわけでね、お笑いでいただきますわ。まだ見とけサッカー。でサッカー終わったらゲームやるわ。お疲れちゃーん。終わるでいい。もしかしたら明日、ジョバス決勝もやるかもしれん。どうせ見るから。どうせ見るから、見ながらやるかも。朝11時半から。まあまあ、まあ、今日夜ゲームするから。お疲れちゃんした。とりあえず終わるわ。風呂入りたいから。